物価高、そして賃金が下がる、年金が下がるということを変えていきます。大企業が潤えばすべてうまくいくという、新自由主義からの転換を実現します。消費税は3年間ゼロ、企業の内部留保に課税をします。4割の非正規雇用の人たちの正社員化、最低賃金1500円を実現します。年金下がる年金の手当も行います。武力で平和は作れません 戦争しないと決めた憲法9条を変えさせない、頑固に平和、そして暮らしが一番、戦争はさせない、ぶれない社民党です。